しおみんでございます。今どこ来てるかと言いますとですね、神戸でございます。はい、後ろに見えるのがあれ、全日空さんのホテルでございます。どこかというと新神戸の駅に近いところでございますね。今のね8時45分ぐらいでございますが、それではね、とりあえずね、まだ朝も早いんでぼちぼち歩きながら三宮の駅の方に向かっていきたいと思います。それでは、私はですねドンクさんとですね朝食でも食べてみようかなと思っております。今ね9時10分ですが、9時10分センター街の商店街ですが、店もやってないですし、人通りもまばらという感じでございます。それではね、ドンク本店に向かって、西に進んでいきたいと思います。爽やかな朝やだ。本店でモーニング食べてましたという感じでございます。それでは次行ってみましょう。はい、ただいま10時10分ですね、ちょっとずつですが店が開き出してます。人通りもちょっとずつ増えてるって感じでございますね。はい、久しぶりやな。
はいどうも、今ね、神戸三宮阪急のね、駅に来ております。ちょっとねグルメ旅をお休みしてですね、ちょっとエスケープしてきます。その動画はねちょっとね、こっち側かな、こっち側かなに出しておきますんで、ご興味ある方は見てください。あのねその他の方はね、もしよかったらね、別日に撮ったですね、川崎ワールドっていうテーマパーク企業ミュージアムみたいなのがございます。もしよかったらね、乗り物好きのですね、大人とかですね、乗り物好きなお子さんとかですね、大人になりきれなかった心だけ少年の方はですね、川崎ワールド行くのがいいんじゃないかなとかって思います。それではですね、はい、ちょっと行ってきます。はい、センタープラザのね地下1階でございました。行きまーす。はい、市民でございます。本日もなんだかんだ言いながらですね、5軒ぐらい回りましたらですね、お腹いっぱいになっちゃいました。本当はねまだまだね行きたいところがあるんでございますが、本日はこれにてね、退散したいと思います。はい、ただねちょっとねいろいろね不満が残ることもございますんでね、神戸グルメ旅ですね第2弾はね絶対にねしてですね、神戸牛はね食べたいと思っております。はい。
じゃあですね、またですね、第2弾を見たい方はですね、高評価およびチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あのね、神戸だけじゃなくてですね、全国いろいろ行こうと思っておりますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおりんでした。さようなら。